生の楽しい講座第5回ギター編いきたいと思います。はい、パロ先生どうぞよろしくお願いいたします。パロ先生は私でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ギター講座がいろいろと今ギターが入ってるという部分でありますが、やはりなかなか CD が売れないで困ったということで、いや、やはり嘆かわしい部分もあるかもしれませんが、やはりそれでも音楽が好きっていう方もたくさんいます。このように、ね、音楽はまだ CD は他のデジタルの配信よりも CD がまだ売り上げを続けている。一番ピークだったものが1998年ということから、そこからまだ20年以上経っているにもかかわらず、 CD は今では1000億以上の売り上げを伸ばしている、利益を出しているということが、まあ、なかなか有名ということがありますが、なかなか CD は音楽はなかなか広がりにくいというところもありまして、そこの何か、改革ができたらということで、このパロ先生立ち上がりまして、76歳ではございますが今からこうやって形で、いろいろと伝えていきたいなというのが今回のお話でございます。はい、どうぞよろしくお願いいたします。パロ先生76歳独身でございますが、なかなか至らない点もあるかと思いますが、一生懸命やっていきたいと思います。はい、そこでまずはギター編ということで、ギター編でございまして、まあ、前回はこのお話でしたね。もういろいろとやってましたので、もう今日は、まあ、皆さんご存じのことも多いかもしれません。ということで第5回につきましては、はい、音楽ギターを行うにありまして、ギターを弾くというところにあって、やはり音がすごい大事というお話を第3回にさせていただきました。その時に、音の大事ということで、音をやっぱり届けるだけじゃなくて、もちろん自分がその音がいいと思うことを知ることが大事なんですよね。音が実際いいかどうかというのはやはり体感することが大事。その音を知るにあたって、やはり自分の耳で聞くっていうのもすごく大切なことはあるんですけども、実際に人に届いている音と自分で自分の音を届いている音っていうのは少し違っているものなんですよ。それはなぜかと申しますと、体の揺れなんですよね。骨などにいろいろな音が、振動というものがあって、それが、それも伝わっている。つまり人に届けている音と自分の体で揺れている音、この2つが合わさったものが自分の中に届いている音ということなのになります。それでしたら、なかなか、相手に届いている音だからというものが正確に伝わっていない、正確に自分が理解していないということであれば、少し自分が届けた本当の音、自分が満足している音とは少し異なっている可能性がある。それが非常に危険だというお話でございますね。なぜ危険かと申します。自己陶酔に陥りがちということなんですよ。自己陶酔に陥りがち、すなわち自分は気持ちいいと思っていたけど、実際人はあまり、心地よくなかったという可能性があります。その時にやはりどうしたらいいか、やはり自分の本来人に届いている音というものをしっかり相手に届けられるようなスキルを磨くことが大事。そのためにはまず自分の音を知るということが大事なんですね。自分はどんな音を出している、人にどのような音を届けているのか、そういうことをしっかりと知ることができて、初めてそこで自分の音を理解して、そして初めて人に届ける音が美しいものということが大事なのです。で、僕はどうやって音を知るのかということがありまして、まあ、皆さんご存知かと思いますが、自分の音を聞く、つまり自分の音を録音して聞くということが大事ですね。自分の音を聞くというのが大事、このヘッドホンが大事ということでございます。このヘッドホンを聞くということで、ヘッドホンでどのように聞いた方がより正確に聞けるかということにましては、こう聞くんです。こうカッコつけて聞く、こう聞く、カッコつけて聞く、こうカッコつけて聞く、こうカッコつけて聞くということが大事でございました。はい、それではパロ先生のお話です。それではまた。オールナイトヒートテック。